カラス麦ぶら下がっているのが、コボコボとは、イネカやカヤツリグサカにおける花を含む構造のことで、ある。通常は、複数の花を含み、臨片状の構造が折り重なったものである。本来は花女に由来する構造だが、この類では、これが花女を構成する単位となっている。イネカやカヤツリグサカの植物は、花らしい形の花をつけず、その代わりに、緑色や、 褐色のまとまった形のものを花序につける。時期が合えば、そこから、お寿司ベやめしベが出るのが見え、これが花を含む構造であることがわかる。このようなものをこぼという。これらのニカは、中倍花の先祖から風倍花へ進化し、その過程で花びらなどを失い、花の構造が単純化したと考えられる。だが同時に、そのような花をつける枝が短縮し、 法要が変化した輪偏や A と呼ばれる構造の間に花が囲まれることで古ボを形成したと考えられる。古ボは複数の花を含む箇所に由来するので、普通は複数の花を含む。稲のように単独の花の実を含む場合もあるが、その場合でも元は複数の花を含んでいたものであり、それが他の花を退化させて今の状態になったものと考えられる。 また、耐火した花の一部が残る場合も、珍しくない。コボは果ョに由来するが、この群ではそれ自身が果ョを構成する要素として扱われ、この類で果ョという場合、コボの配置を指す。具体的な構造は2つのトガで大きく異なるため、詳細はそれぞれ別に説明する。なお、この2海外に、南半球だけに分布する、サンアスオカレストゥマーチーのものも、 古道を形成する。輪片が螺旋状に並んだもので、系統的には稲科に近いとされる。単子葉植物の花の基本的な構造は、例えばユリ科に見られる。中央の雌しべを囲むオスしべは、内輪と外輪で、各3本、計6本あり、花皮も内外各3弁、合わせて6弁ある。これは内輪を、花びら、外輪を描くということもある。 これが風媒下となった進化の結果はイグサカに見ることができる。外見的には花弁があるとも見えないものの、詳しく見れば小さいながらも内外各三弁の花碑と六本のオスシベを備える。イネカとカヤツリグサ科の花はこの方向の変化をより徹底したものである。花碑片は大きく退化してイネカではない花碑片二つがメシベの基部に一体の 小さな鱗皮の形で、かやつり草花では細い糸状から針状の付属体となるか、あるいは完全になくなる。つまり花の構造はほぼ、おすしべと、めしべだけになっている。それに変わるように、花の基部にあった包容が花を包む形に変化している。これを A という。ただし、かやつり草花では、リンペンと呼ぶことが多い。果実が成熟すると、 果実は単独でなく、それらの栄に包まれて落下する場合があり、稲荷では特にその例が多い。これを栄花という。コボの構造自体は例えばグラジオラスのように花が、家計に水上に並んでつき、それぞれの基部に包容があるものを考えると、理解しやすい。つまり、そのような果樹において、花が、ごく小さくなって、包容の内側に隠れ、その上で、 過剰全体が短縮してまとまった形をとったと考えると良い。コボに関しては多くの特殊な用語がある。詳細は、イネ科とかやつり草科では異なるので、ここでは共通する部分だけを見る。まず、コボは日本語では統一されているが、英名は、かやつり草科の大部分と、イネ科ではスパイクレットを当て、ヤツリグサカスゲ属ではスパイクである。 これは、実のところすぐ族のコボが、本当は、コボでないことによる。それについてはすぐ族の該当の項を参照のこと。コボに含まれる個々の花は、コバナフローレットという。ちなみにこの語は、キク科などの登場箇所にも使われる。コバナは、キブに近い方から第一コバナ、第二コバナという風うに順に呼ぶ。これは、イネ科では、特に重要だが、 カヤツリグサカではあまり問われないことが多い。カヤツリグサカの一部、スゲ族や真珠ガや族などでは、花は基本的に単性で、尾花と雌花の区別がある。それ以外のカヤツリグサカとイネカは基本的には両性花であるが、部分的には単性となった花をつける。このような単性花は一つのコボに集まる場合があり、そのような場合をスコボ、メスコボ、 あるいは優性コボ、姿勢コボと呼ぶ。同一のコボに、雄花と雌花が共存する場合、先端側と基部側で分かれて生じる例が多く、先端側が雄花の場合には、有勢性、先端側が雌花の場合には、死優性という。両性花の一部が優勢、あるいは不実になっている場合、完全な雌しべを有して、果実を作る小花を、 昇る実る小花と呼ぶ。その付属物についても、例えば当実森絵などと呼ぶ例もある。中には、こボ一つがすべて不実の小花からなる例もあり、そのこボは全く生殖に預からない。例えば、樹珠玉では優性こボと姿勢こボが分化し、姿勢こボが、樹珠に使われることもある硬化した法要の中にあるが、そこに三こボを含むうち、 完全なものは一つだけで、あとの二コボは、お寿司べも飯しべも含まない。一つのコボに含まれる小花の一部が退化する例もよく見られる。小花が退化して亡くなった例でも、その花に属する臨辺など痕跡が残ることが多く、そのような場合、そこに花があったことを理解しなければ、構造の意味を見誤る。例えば公述するが、稲の花は単一の花のみを含むが、 本当は三個の花を含む構造に由来する。この類の分類では、個々の構造が重要である。したがって、それを同定する場合、丁寧に解剖し、それを構成する輪偏がどこに当たるものか、小花の構成や性別、輪辺の形といったことを観察し、その意味を判断することが重視される。観察には少なくともルーペ、それに柄付き針などを用いる。 またこのような観察の時期も重要である。稲科では、おスシべメシべが揃っている開花直前が望ましい。これに対して、カヤツリグサ科では、果実が成熟した時の特徴が多く重視され、そのため、この時期でなければ正確な動貞が難しい例が多い。蒸気のように、コボはそれ自体が、果樹に由来する構造であるが、この群では、コボが、 過剰の構成要素として扱われ、コボの配置を指して、過剰とする。つまり、コボをつける枝が分子するかどうか、コボに柄があるかどうかといった点が、全体の外観を大きく決めるので、これで過剰を命名する。それは例えば以下のようなものである。イネ科では、水上過剰と、相上過剰をまとめて、そう、レシーマスということがある。また、 果樹の主軸から分子のない枝が複数出て、そこに水上果樹や層上果樹の形にコボを配置する場合、それも房という。群によっては、房がコボの出る節ごとに関節を持ち、果実の成熟時に折れるものがあり、分類上の特徴となる。また、房からなる果樹ではコボが二つずつ組になって生じる例がある。普通は一つの節に、 柄の長さの異なるコボが組になるので、長いコボと、短柄コボと呼ぶ。柄の短いものが極端に短くなって、無柄となった場合、夕柄コボと、無柄コボと呼ぶ。このようなものは、イネ科のヒメアブラススキレニア、キビア科のものなどに見られる。スゲ属植物の花、模式図 A、オバナの花式図、BC、メバナの花式図 D、メバナの模式図。 カヤツリグサ科の植物では、ツトに由来する臨天の基部に、小花が一つあるものを単位にして、これが軸に沿って並んだものが、小ボである。その配置は、螺旋系のものが多いが、二列性を示す例もある。螺旋に配列するものは小さな松ぼっくりのような、姿に、二列に配置するものは、扁平な形になりがちである。稲科の包み絵のようにもともと小花を含まない。 臨片はない。臨片は小花の上に覆いかぶさる形になり、果実の成熟時には、臨片と果実は、それぞれバラバラに脱落する例が多い。ただし、例えばひめくぐ属などは、コボの基部から脱落し、ムツオレがやつりでは、臨片が小花を含んで軸に巻きつき、軸には関節があって果実一つ分ずつ折れて散布される。口述のすぐ属における、過報は、 袋状なので、果実を含んで脱落する。臨片の柱脈が突出して、棒となる例もあるが、稲荷のソレのように鋭く突出する例は少ない。下皮は、耐火傾向がはっきりしており、やや厚みのある下皮片としての面影を残した形もあるが、より多くの例では、糸状や針状などの形で残る。 ただしその場合も、臨片の内部に留まって外からは見えない例が多い。例外的に渡すげ属では長く伸びてよく目立つ。さらに完全に退化して消失する例もある。したがって、その構成は、両生魚では外側に臨片があり、その内側に、可比辺由来の付属物、3から6本のお寿司ベメシベという風になる。これ以外に、 法要由来と見られる構造が含まれる例もある。ただし共通する名はない。ヒンジがやつり属では、白膜状の皮膜が臨片と向き合う位置にあって、両者で花を包む。この皮膜の由来は、諸説あって定説がない。詳細は属の項目を参照。スゲ属などの姿勢小ナではメしべを包む袋状の構造があり、これを、花宝と呼ぶ。 これは、位置から見ると、可皮由来のようにも見えるが、小花そのものに属するものではなく、その柄の基部の包用が変化したものとされる。下方内部から、新たな小花を生じる例があることから、このような判断がある。また、運気にや属では、下方内部、小花の基部から針状の突起が出る。小花の性別と、その配置に関しては、 カヤツリグサ属など両性花をつける群で一部に有性花が見られる。スゲ属などではすべて単性花で性別によってコボをことにする場合やコボの中でどちらかに集まる例が多い。これについては上述した通りである。コボには多くの小花を含むものが多く、スゲ属では数十個も含む例がある。少ないものは数個しか含まないものもあり、 さらに一部の小花が退化し、昇る実る小花が少なくなっている例もある。例えば姫メクグでは、コボは、臨辺三枚からなるが、小花は一つしかない。アンペライ族では数枚の臨辺からなるコボの基部側の、小花が果実を生じ、先端側の小花は、小花となる。人元ススキ族でも、数枚の臨辺を含むコボを作るが、その中に逃げのみを含む。 特殊なものとしては、菅ヶ谷類では、コボの基部にある臨辺の脇からごく少数の小花を、含むコボ様の構造を生じ、これを偽コボという。それ以上の構造の複雑さや、多様さは、かやつり草かでは、稲荷ほどではない。稲荷の花の概念図左、コボの模式図 A、方 AB、森 AC、森 A の棒1、内 A2、ン花は3、お寿司部4、死亡5。 中等右、花きずネカの花では、下皮片は2個の鱗側ロディキュールとなり、ほとんど見て取れない大きさに退化する。従って個々の構成要素は、法要由来の臨変群が中心となっている。これらの配置や構造は分類上重要である。ただ、その名については、複数の説がある。ここでは、長田に従っておく。それ以外の要例については、 長田に基づき、客中に出しておく。稲科のコボは、基本的には主軸に対して、花が2列の五星に配置した、水上花序に由来する。小花の基部には、法要由来の輪辺が2枚あり、小花はこれらに包まれる形になる。コボは、基本的には、複数の花を含むので、これらの輪辺は含まれる小花の数の2倍あることになる。 この輪片の外側のものを、森へ、レンマ、内側のものを内へ、パレアという。森へは軸に対して、小花の外側に、内へは内側に位置する。さらに小母の最下には小花を含まない輪片が2枚あり、これは、果樹の基部にあった法要に由来する。これを包みへ、グルームという。そのうち外側を、第一方へ、内側を、第二方へという。 なお、キビ類や、モロコシ類には、小花が二つだけになった類似した型を持つが、それらの A には別の故障を当てており、これについてはこの型についての項で記述する。A が中央などで二つ折りになっている場合、その折れ目の背中側を竜骨キールという。龍骨は、包み A や森 A では中央に一本あるが、内 A では二本ある場合が多い。これは、 森へと向き合う位置にあった二つの法要が融合した結果と見られる。また、包み栄や森への中脈の先端が糸状や針状に突出する例がよくあり、これを棒、オンという。なお、絵のグ草などに見られる。針状のものは棒ではなくボの柄から生じるもので、これは、指紋という。果樹の枝から変化したものと考えられる。ボの中で、 小花の間をつなぐ軸をじ軸、レーチラという。のがりやす属などでは、コボには、第一小花のみを含むが、第二小花に続く、じ軸だけが残存し、これを正軸突起、レーチラエクステンションという。複数の小花をコボに含む場合、じ軸に、小花ごとに関節があって、成熟時には、折れて散布される例が多い。だが、 小花だけで落ちるものや包み絵を含めた小墓全体が折れ落ちる例など様々である。稲荷の小墓の変形の過程を考えていくつかの方に分けることが行われる。実際にはこれらからさらに変形した方が多くある。例えば笹草は数個の小花を含む構造だが、最下の一つだけが完全であり、それより上の小花は森絵だけを残した形に対化している。 これは、牛の毛草型からの変形と考えられる。ブリッグス、P40 から43個の章は、長田 P、187から197長田、P33 及び星のほか、P19 星のほか、P17 勝山、P10 キバほか、P7 佐竹ほか、P85 佐竹ほか、P145 長田、P28 から29佐竹ほか、 P85 キバホカ、P4 個の章は、主として、長田 P197 から201国場、P30 初島 P746 小山、P233 以下、主として永、長田 P20-23 個の用語は、大杉サブローの日本植物史に基づき、佐竹田やキバホカもこれに従っている。マキノはこれを、外、文部省では、 外花 A 牧野はこれを、外。文部省では、内花 A 牧野はこれを、外 A、文部省では、第一 A 牧野はこれを内 A、文部省では、第二 A 木場ほか、P5 長田、P190 以下、長田 P23 から26から、大井の節子山、P258。ありがとうございます。